皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は原宿のモッシュに来ました。新店舗になって初めて来たので早速行っていきたいと思います。はい、来ました。早速見ていきたいと思います。あ、これが、あ、すごい、こんな感じなんだ。初めて来たんですけど、こんな感じなんですね。壁もすごい可愛いです。こんな感じで、すごい。ちょっとね、選んでなんか買いたいと思います。ちょうどいちごとさくらんぼのワンピースを着てたので、なんかいちごにまみれて幸せです。めっちゃいい匂いがします。すごい、インスタ映えする感じですね。おすすめです。皆さんもぜひ来てみてください。はい、というわけで今回はモッシュさんに行ってきたんですけれども、早速ね、くじで当たったスクイズを紹介したいと思います。はい、別の日なんですけど、ウームのスタジオに来ているので紹介していきたいと思います。はい、こんな感じの袋で、初めてこの袋もらったんですけど、とても可愛い袋です。はい、一番高い3000円のくじでこちらが当たりました。私フランスパンは買っていなかったのでね、すごく嬉しいんですけど、はい、こんな感じなんですけど、めちゃくちゃ長いですね。すごい、でも香りがめっちゃ、もういちごなんですよ。こんな感じ、めっちゃ低反発で、もう長いから、もうこんな感じでね、にぎにぎするみたいな感じなんですけど、こういうなんか長いスクイーズって持ってなかったのでね、なんか面白いなって思いました。ケースもね、これめちゃくちゃリアルなんです。はい、もうなんか海外でね、パンを買ったらこんな感じのケースに入れてくれそうですよね。はい、持っていなかったスクイーズが当たったのでよかったです。はい、というわけで今回はモッシュさんでゲットしたこちらのフランスパンを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ皆さんも行く機会があれば行ってみてください。バイバーイ。